はい、おはようございまっちょ、フォルテです。フォルテ TV へようこそ。皆様はじめまして。このチャンネルでは食事と筋肉について発信していこうと思っております。時にはおしゃべりだけになるかもしれません。ところで皆さん、今日はこの企画です。ドゥルルルドゥ、チーズ買ってきました。よいしょー。これ1万円ぐらいしたんですよ。でね、この1万円ぐらいしたチーズを使って何をやるかと思いますと、皆さんこういう疑問ってないですか？ピザポテト好きだけどチーズ足りねえっていうことないですか？なんか例えば友達ん家でピザポテトを食べますと、そしたら大体なくなるのってチーズが上にかかってる順からでもなくなりますよね。僕はそれを解決しようと思ったんです。何をするかというと、もうものすごくチーズを炙ってぶち込んで、それで食べたらみんな喧嘩が起きないと、そして僕もそれを食べてみたいと思いました。ですので今日はそれをやっていこうということで、まず用意する機材はこちら、ガスバーナーとバスボンベ。大丈夫かな。おー、できた。これで止まったのか。なるほどなるほど。てな感じで今ちょっと手が震えてます。よし、それでは早速やっていこうと思います。まずはピザポテトを開ける。久しぶりに食べます。まあ僕はね、減量中なので基本的に全部は絶対食べないんですけど、今後も食事とかやっていくんですけども、多分中途半端で食べて終わると思います。他は家族で全員で召し上がろうと思っております。では早速このチーズ開封していきましょう。これどうやって開けるんだ。それでは開封していきます。バー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 、ハサミが開かないよ、このハサミ何円、おそらく100均だ。あかん、なんか切れないです。よいしょよいしょ。こんなもんでいいんじゃないでしょうか。うわ、すごっ。うわ、すごいですね。では早速炙っていこう。これはすごいな。これをじゃあ、これを早速、こんなもんでいいかな。もうちょっとかな。はい、それでは入れていきます。これ難しいで、これ結構難しいっすね。あんまうまくいきませんでした。結構溶けてきたんだね。よし、これを入れる。さあ入れるぞ。うお、すげえ。はい、これで一応一旦完成かな。はい、それではパーティー焼きをします。よいしょ、うん、置いて、でまだまだ炙ります。 OK、 これでいいんじゃないですか。
はい、これで入れます。ちょっと思ったより量が来なかったな。まだ炙っていこう。こんなもんかな。ちょっとガタガタになったね。難しいね。というわけで結構溶けました。では早速食べてみたいと思います。みんながやりたかったやつよな。こんなもんは普通食えないから。おやべえぞ。見てください、このチーズ。皆さん見てください、このチーズたちを。ここにこれチーズが大量にあります。うお、これ全部チーズです。では早速食べてみたいと思います。これチーズのポテトチップス、いただきます。デブになります。気をつけないといけないんだ。くっそうめえ、めちゃくちゃうまいです。またいってみます。うおお、見てください、これ。これを一口食べて、僕はまた原料飯に入りたいと思います。今日はこれまでで終わります。チーズの香りが一気に広がるんですけど、鼻の中に。でも、ピザポテトの本来のうまさがマッチして、本当にピザとチーズ、もう満点祭りになっております。そう、うめえ。うまかったっす。溶けた部分だけ食べて、今日は終わりたいなと思います。いただきます。これマジでやべえぞ。みんな真似してみてくれ。でもその代わりカロリーには気をつけるんだぞ。俺も今日はこれで終わりたいと思います。このチーズはアマゾンで1万円ぐらいで買いました。まあ、意外とね手軽に買えるので皆さん簡単に買ってみてください。これはナチュラルチーズです。でラクレットチーズのナチュラルチーズで 2.62kg、ダンベル1個分ぐらいです。味はものすごく普通のチーズと違ってものすごくコクがあって濃いんですよ。なんで僕がチーズを選んだかというと、僕チーズが大好きで、正直チーズメインのチャンネルにしようと思ってます。これからもたくさんいろんなものにどんどんこのチーズをかけていって、まあ世の中のものをどんどんデブカロリーにしていこうかなと思ってるので、皆さんこれからもチェックよろしくです。それではグッバイ。